こまでだから逆に言うとレバレッジはかけてないってことですか。そうですね、普通は個人の人とかがサラリーマンとかがまあ副業的に銀行から金借りてめちゃくちゃレバレッジかけて投資用のマンション買ったりとかするじゃないですか。ああいうパターンって結構破綻するんですよね。そういうのやってない、ね、そういうのやってないってことですね。運営益でもって含み資産として増える、割と硬いですよね。カンカラカンです。でもなんか硬いっていうところで焦ったりはしないですか。なんかあいつらなんかすごいレバレッジかけて儲けてるけどうちはなんか固くやってるからなんか全然あれだなっていうのはそういう博打はやらない。博打やらない、うん、でも普通の人間って弱いから、うん、そこで指くわえて、うん、あいつらバブルの時すごい儲かってるなとかって思わなかったんですか、うん、いや全然全然思わないです。あの頃じゃド派手な暮らしとかされてなかったんですか。いや一緒やね、いつも製品に甘んじしっかり生活してる、うん、羨ましいとか思わないですか。思わないです。思わないんだ、はい、もう言い切られましたね。